北海道中央バス、西岡営業所北海道中央バス、西岡営業所は、北海道中央バスが、北海道札幌市と予ひらく西岡491に設置する、バス事業部に属する営業所である。最寄り停留所は、西岡4条14丁目。乗車券発売は、定期乗車券の予約取り次ぎのみ行う。南郷営業所が管轄する、西岡車庫として設置。 1998年12月1日に南郷営業所を廃止。西岡車庫に営業所機能を移転し西岡営業所となった。豊平区南部、南区方面が中心。一般路線の他定期観光バスも担当する。下記のほか、他営業所が主担当の路線を運行する場合や、下記路線を他営業所が運行する場合がある。札幌市交通局との連絡運輸は、 ふとじて流所、駅から、都心発着系統は、郊外方面のみ、地下鉄駅発着系統は、全区間が乗り継ぎ指定区間となる。乗り継ぎ割引に関する概要は、北海道中央バス運賃形態、札幌市営地下鉄乗り継ぎ割引を参照。2021年4月1日現在、西岡3条4丁目西岡4条14丁目間、西岡3条4丁目札。 大正門西岡三条八丁目、西岡三条十一丁目、西岡四条十四丁目共通経路。1994年10月14日の札幌市営地下鉄東方線復獣延伸に伴い、都心豊平、月寒、復獣方面を運行する中央バスは、同区間で約75%の路線再編を行うこととなり、利用客の地下鉄転移による大幅減収。 乗務員余剰などが見込まれた。保証として、札幌市営バスが運行していた、本節3路線及び、札幌市内定期観光バスが、札幌市交通局より移管された。空沼線と滝野線の真駒内ない駅時は6条2丁目間、真駒内駅真駒内花園の石山立橋、石山東6丁目札幌市立大学芸術の森入口時は6条2丁目共通経路。 ありがとうございます。